僕の考える真実っていうのは、やっぱり大きな力にはやっぱり大きな犠牲が必要だっていうふうに考えるんですね。やっぱり覚悟であったりとか犠牲っていうのを払わなきゃ大きな力は生み出されないよねっていうふうに。 あの常に思ってるんでやっぱりそういう部分もこのファンタジーの中に盛り込んでいければあの本当の意味でのファンタジー真実のファンタジーというのが生まれるんじゃないかなっていうだから「犠牲と代償」っていうのをすごくテーマにして、えー、大きな力を得たければ大きな犠牲を払ってくださいっていうような形を「えー、真実」と言ってます。 そうです、ね、あの今までのゲームっていうのは、えー、どうしても、えー、となんていうかな事務的なって言ったら変ですけども、えー、と何か決められた力を使うのに、えー、決められた数値をどう動かすかみたいな形でしかなかったように思うんですけどそこに、えー、と心の動きみたいな本当に、えー、と犠牲にした方がいいのか救った方がいいのかとかそういう。 心のの動きみたいいなのを、えー、と数値化してとてうかですねあのゲームの中に持ってきてそれで、えー、と決めるっていうそういう葛藤みたいなものをゲームにできればより面白い、えー、とシステムが生まれるんじゃないかなっていう気持ちでですねそこにやっぱ犠牲と代償みたいなあの世界観に合った形のものを組み込んだっていうのが今回の「えー、犠牲と代償」の思いついた部分ですね。 そうですねあの犠牲っていうとその響き的にどうしてもあの人を犠牲にして自分がのし上がるみたいな部分があってゲームでももちろんそういう使い方はできるんですけど、えっと、やっぱりゲームのプレイヤーっていうのはやっぱりヒーローになるっていうヒーローになりたいっていう気持ちでプレイしてる人すごく多いと思うんですね。そういうういい人人ははやっぱりヒーローロのは人のために 自分を犠牲にして頑張るっていうことがすごくヒーローの条件みたいなところがあるんでそういう部分で言うとこのゲームは本当のの意味のヒーローロになれる自分が犠牲になって仲間のために戦う仲間のために命を捧げるっていうことが現実このゲームの中でできるっていうそういうことを楽しんでもらってよりゲームの中のヒーロー,ヒー,ロー像みたいなものを味わってもらえたら面白いんじゃないかなと思ってます。 えっと、エクスカリバーっていうね口に手を突っ込んで背骨を引く抜くっていうのが一番やっぱりあのインパクトのある、えっと、犠牲だと思うんですけど、まあ、グロテスクといえばすごくグロテスクなものがいっぱいあってですねやっぱり痛みを伴うっていうか、えー、痛いな見てて痛いなでもその痛いと思うことがやっぱりその犠牲につながってるそれでも、えー、助けなきゃいけないとか、えー、倒さなきゃいけないっていうその痛みと 痛みを感じる部分の強さみたいなところが、えー、とこの魔法のパワーになってる感じに、えー、ゲームの中でやってます。